私の座右の銘は逆境こそ我が道なりです。日本ハム井川伸久。日本ハムの創業者の大御所義則氏が大切にした言葉です。創業者は、会社を大きくしたということもさることながら、野球にもチャレンジしておりますし、海外にも非常に大きな牧場を建てたりですね、チャレンジをしてまいりました。非常に変化の激しい世の中、これからどうしていこうかという不確定な時代の中にですね、私の方もそこにですねダブらせてですね、これからも頑張っていきたい、チャレンジをしていきたいというふうに思った。原材料の高騰であったり、原油の高騰、為替ですね、非常に厳しい状況が今続いております。それと消費者がですね非常にこう多様化していると、ライフスタイルが大きく変わってきていると、今までの対応ではですねなかなか合わないというような状況の中で、やはり新しいものを見つけていかないといけないということを考えていけばですね、現状維持ではですねマイナスと同じなんで、チャレンジをしていくということをですね恐れずに、心に秘めてですね邁進していきたいというふうに思います。